ウィリアム・ブロディで知られ、スコットランドの家具師、トレード・ギルドの組合長、そしてエジンバラ市会議員で、また一つには、スリルのために、一つには、自分の賭博資金のために、押し込み強盗犯として、秘密の生活を維持した。1774年に、ブローディの母親は、ローンマーケットのブローディズ・クローズにあるエジンバラの、自宅の世帯主としてリストされている。家族は、 ローンマーケットに大工と葬儀屋としてリストされている。1787年までにウィリアム・ブロディはブロディズ・クローズに住む大工として単独でリストされている。家は1570年にエジンバラの治安判事、ウィリアム・リトルによって公開法廷の南東側に過去一の足の方へ建てられたし、クローズは十八世紀までリトルズ・クローズとして知られていた。エジンバラに 改良がされつつあったために、邸宅は1835年頃に取り壊され、現在はビクトリアテラスで覆われている。日中は、ブロディは家具製作の技術を地元で管理していた大トラの立派な職人兼組合長であった。このために彼は、町議会の一員となった。家具師としての仕事の一部は、城前やその他の安全機構の設置と修理であった。彼は、 エジンバラの紳士らと交流し、詩人ロバート・バーンズと画家編リーレイ・バーンに会った。彼はエジンバラケープクラブの一員であり、サー・リュードという偽名で知られた。しかしながら、夜ともなると、ブロディは押し込み強盗犯、泥棒になった。彼は、顧客らの安全機構についての知識を得る、そしてワックスの印象を使用して、顧客の鍵を複製する方法として、 昼間の仕事を利用した。ブロディは町の一番の上前屋として、エジンバラ社会の最も裕福なメンバーの多くの家で働くよう仕事を頼まれた。彼は不正に稼いだ金銭を使って第二人生を維持したが、これには賭博の習慣と互いに知らず、そして町で知られていないめっかけ二人との間のご死が含まれていた。彼は百六十八年頃に、 犯罪経歴を開始し、その時彼は銀行のドアの鍵を複製し、800ポンドを窃盗、したし、これだけで数年間家計を維持するのに十分だった。1786年に彼は泥棒のギャング3人を募集したが、ジョン・ブラウンは流刑7年の判決から逃走中の泥棒、ジョージ・スミスは食料雑貨店を営むジョーマエア、アンドリュー・アインズリーは靴職人であった。 英語版ブローディズ・クローズ。組合長のハウスカフェブロディの没落につながる事件は、1788年の後半、キャノンゲートのチェセルズ・コートにある内国消費税局に武装吸収を組織した時に始まった。ブロディの計画は失敗した。同じ夜、ブラウンは前の強盗の後に提供されていた王の恩赦を要求するように当局に近づき、 スミスとエインズリーの名前を諦めた。スミスとエインズリーは逮捕されたし、翌日にブロディは刑務所で彼らを訪ねようとしたが拒否された。ブロディはエジンバラを離れなければならないと悟り、アメリカに逃げるつもりで、ロンドン、それからオランダに逃げたが、アムステルダムで逮捕され、後半のためにカイロエジンバラに送られた。 ブロディとスミスの後半は1788年8月27日に始まった。彼の犯罪取引の道具は彼の家と工房から見つかったけれども、最初はブロディに不利な格好たる証拠はなかった。しかし、ブラウンの証言とエインズリーが共犯証言を提出するよう説得され、それに加えて逃走中に彼が書いた手紙の中の自己不在の行もあり、陪審は ブロディとスミスを有罪と認定した。ブロディとスミスは、1788年10月1日に、ハイストリートのオールドトルブースで4万人の群衆の前で、公主刑にされた。ある話によれば、ブロディは釣り下げが致命的となるのを防ぐために、鋼の首輪と銀の管を身につけていた。彼は、公主刑執行人に、それを無視するように賄賂を送り、 後で蘇生できることを期待して、自分の体を素早く取り除くように手配したと言われた。もしそうなら、計画は失敗した。ブロディは、チャペルストリートにある聖カスバートの文街道の、マークのない墓に埋葬された。しかしながら、彼を、パリで見かけたという噂は後に広まり、死を回避するための彼の計画の物語を、さらに宣伝した。英語版組合長ブロディが、エジンバラで、 最初の公主台を作り、その最初の犠牲者でもあったという一般的な神話がある。クラシック・クライムズでこれについて、ウィリアム・ラフヘッドは、調査の結果、組合長はデザインに何らかの影響を与えたかもしれないが、それは確かに彼の建造ではなく、彼はその創意工夫によって、最初に恩恵を受けもしなかったと述べている。エジンバラのロイヤルマイルの組合長、 ブロディのタバーンの看板、ブロディのもう一人の自己ロバートルイス・スティーブンソンの父は、ブロディ作の家具を所有していたが、ロバートは、ディーコン・ブロディ、または二重生活という大の劇を書き、失敗した。しかしながら、スティーブンソンは、ブロディの立派なファザードと本当の性質との間の二分法に、魅了されたままでいたし、このパラドックスは彼に、長編小説、ジキル博士とハイド氏を書く霊感を与えた。 組合長ブロディはマウンドに続くローンマーケットとバンクストリートのコーナーにあるエジンバラのロイヤルマイルにあるその名前のパブによって記念されているし家族の住居と工房があったロイヤルマイルの過去位置にはブロディエスクローズという名前が付けられておりさらに二つのパブは彼の名前を持っており一つはニューヨークシティの八番街と九番街の間の 有名なウエストサイド46ストリートレストラン、ローの南側に、そしてもう一つは、カナダ、オタワの、エルジンとクーパーの角である。長編小説、ザ・プライム・オブ・ミス・ジーン・ブロディの名目だけの、作中人物は、組合長、ブロディの子孫であると主張している。彼の二重生活は、彼女の自ら進んで引き受け化した死亡のみならず、彼女の二重性の比喩として、役割を果たしている。 この長編小説は演劇、映画、テレビジョンシリーズに脚色されている。1989年にエディンバラロックバンドグッバイミスター・マッケンジーはヒット曲ザ・ラ・トラーの B 面に登場したヒア・カムズ・ディーコン・ブロディというタイトルのトラックを作成して録音した。英語版 BBC1 のテレビジョンドラマアンソロジースクリーン1のディーコン・ブロディエピソードは ビリー・コノリーをブロディとして主演させ、1997年3月8日に放映され、エジンバラで制作された。1976年から1989年まで、組合長ブロディは、ロイヤルマイルにあるエジンバラワックス博物館の恐怖の部屋セクションの人物であった。ありがとうございます。